ダンス・ギャビン・ダンスはアメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身の5人組のポストハードコアバンドである。ダンス・ギャビン・ダンスは複数のバンドの元メンバーにより構成され2005年から2006年の初めにジョニー・クレイグとショーン・オサリバンがバンドに加わり正式なバンドとなる。2006年11月14日には最初の自作 EP ホワット・エバー。 I say is royal ocean をライズレコードを通して発表した。ドロップデッド、ゴージャスやフィアーベフォア・ザーマーチオブフレームスなどのバンドのプロデュースを手掛けたクリス・クルメットの協力のもと2007年1月に再び DGD はスタジオ入りし2007年5月15日にライズレコードからデビューアルバムダウンタウンバトルマウンテンをリリースした。 2007年8月にギターのショーン・オサリバンが一心上の都合と音楽性の違いから DGD を辞め、その後コンスイダー・ザ・シーフというバンドで音楽活動を続けている。ショーンの空いたスポットはもともとツアーを共に回りグッズなどを販売していたザック・ギャレンの加入により埋まった。2007年11月にはボーカルのジョニー・クレイグが DGD を辞めている。 マイスプイスに掲載されたバンドのブログによると、ジョニーの薬物への依存など諸々の理由により、DGD メンバーから解雇したという。公認ボーカリストは、カート・トラビスに決定した。DGD の創設時からのメンバーである、ジョン・メスとエリック・ロッジは、レコーディング終了後 DGD を脱退した。ただし、現在のところエリックが DGD を脱退した、公式の理由は発表されていない。 エリック・ロッチの後任として、ジェイソン・エリスが加わり、ツアーではウィルがギター兼スクリームを担当した。2008年8月19日には、自身がお冠した、セカンドアルバム、ダンス・ギャビン・ダンスをリリースし、全米アルバムチャートにて初登場172位を記録した。2009年6月9日には、サードアルバム、ハピネスをリリースし、 全米アルバムチャートにて初登場145位を記録した。2011年3月8日には、ホースアルバム、ダウンタウン、バトルマウンテン2をリリースし、全米アルバムチャートにて初登場82位を記録した。2013年10月8日には、フィフスアルバム、アクセプタンススピーチをリリースし、全米アルバムチャートにて初登場42位を記録した。 2018年3月31日、4月1日に渋谷サイクロンにてライブを行う。ありがとうございます。